ボートレース下関のお盆特選第12レース優勝戦開始です。なお第12レースのりえ様によります冠協賛レースしんちゃんお仕事ファイトとタイトルつけられています。6日間にわたって展開されましたお盆特選、おそらくこの戦いを終えてそれぞれの選手が少し遅めのお盆の過ごし方楽しむということになるでしょうが、さあ中でも優勝というそのまさに手土産を持ってお盆迎えるのはどの選手になるのか。1号艇吉村正明が人気の中心、1コース昨日準優勝戦唯一1号艇で勝ち上がりました。ここもイン速攻そして優勝、大きな期待を集めています。2コース2号艇別府正樹、3コース3号艇片山亮介、4コース角4号艇谷村和也、地元の谷村が吉村の相手としては最も2着3着としての船券絡み注目を集めています。5コース5号艇井川大作、そしてメンバー中唯一デビュー来初 V をかけるのは6号艇中島真嗣、6コース枠成3対3第12レースの優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしてきました。1コース1号艇吉村きっちりコーススタートを決めています。1号艇の吉村です。さあまずは逃げる、そして刺す2号艇の別府、外行って3号艇片山、後から546、ちょっと1号艇吉村膨れたか。さあ2号艇の別府あるいは4号艇谷村、3号艇片山接近も抑えています。外から一瞬ヒヤッとしましたが逃げに持ち込んだか1号艇吉村、スタートは前提正常。そして2番手争い内から6号艇中島もやってくるところで4号艇谷村が外をかわす、懐は2号艇の別府と旋回で2番手は2号艇別府と4号艇谷村の攻防か。あとは3番6番5番追いかけてレースは2周目、2番手は2号艇別府が打ち、外は4号艇谷村、3番6番5番それぞれ後方差はそんなにないという状況で2周1マーク。さあ2番手争い2号艇別府、そして3番手からくるっと3号艇片山やってきて、それをかわしに行く4号艇谷村ですが、3番手争いが3号艇片山が船を入れている4号艇谷村との攻防です。後続は6番5番、2番手は2号艇別府が2停止くらい抜け出して、今度は3番手争いが焦点か。内から6号艇中島もやってきます。2周2マークの3番手争い6号艇中島先に回る、そして4号艇谷村外、内は3号艇片山ですが、内を救った3号艇片山が3番手浮上で 1,2,3 最終周回です。金さんの4番手に4号艇谷村、そして5番手6号艇中島、依然水が最高峰5号艇井川です。1号艇吉村正明トップで最終1マーク、2番手2号艇別府正樹、3番手6号艇中島やってくる、3号艇片山外、内から4号艇谷村でさ3番手争い、3号艇片山かろうじて優勢なんですが、また内から4号艇谷村がやってきます。すぐ外には6号艇中島、5番手控えていますが、3番手3号艇片山が抑えていくか。最終ターンマーク、1号艇吉村にとっては今年3月ナルトに続く通算33回目の優勝ということになります。2番手2号艇の別府、3番手争いは接戦ですが、どうやら3号艇片山そのまま守りそう。 1,2,3 第12レース優勝戦、1着1番吉村正明優勝の合輪、2着2番別府、3着3番片山合輪、あとは4番6番5番と合輪。